日本ファルコムコーポレーション。はい、というわけでこんにちは、サルウィンです。行きましょい。イスオリーっていうわけでイスオリーでの実況していきたいと思います。2レベルほど上げてまいりました。これで、シオンさん倒せるでしょう。あ、待って待って、そうか、この辺はどうしようかな。編集がうまくいけば最近なんか編集ソフトの調子悪くて、多分早送りというかしていると思うんですよ。倍速とかしてなかったらごめんなさい なんかね、取り込めないんですよね。取り込めっていうか、なんていうかな、なんかバッティングしてんのかな、ソフトが。編集をね、最低限入れようと思ってるんだけど、そもそもね、変更ができないっていうね、のですよ、残念ながら。それがね、ちょっと困ってる。だからまた新しい、もしかしたら使い勝手の編集ソフト探そうかなと思って。ただ言うても私、経済力は全くないので、経済力がないということは、まあ、どうするかというと、まあ、無料のフリーソフトで、いいもの探してきてない。まあ、AVIUTL とかね、ただ時間かかるんですよね、いろいろね。そこがなかなか難しい。多分ね、極める場合が一番無料ではやりやすいと思うんだけど、ただもっとシンプルなやつが多分あるかもしれないんで、あまりめちゃめちゃかかった編集ソフトないんで、まあまあまあ、みたいなね、こんな感じでございますが。はい。っていうわけで、シオンさんとバトルでございますね。いて、あれ、ちょっと待って、なんかおかしかった。自分の今、立ち位置が、あれ、ちょっと待って、なんか下手くそだな、おい。下手くそすぎませんか。あ、でもこっちの火力が半端ないんで、かなり楽だと思う。火力はやばいね。ただちょっと無駄に食らいすぎ。ちゃんとこうやってノーダメでいかないとね。これかなり楽勝だと思うんだけどね。こっからでも全然いけると思う。始まるけど、まあ、全然問題ないでしょう。セリーまだいけないかな。なんだこれ。あ、ハゲがやらしい。あ、これ着地狩られるね。着地狩りされるね。おろおろ、ダメでした。おら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 、いや、かなり楽勝ですね、ぶっちゃけた話。これはもう楽勝すぎましたね。余裕値ってやつですね。さすがですね、ユーリボーイ。あんたこそ大したものだ。魔を受け入れていなければ正直危なかったかもしれんな。危なかったね、実際負けたからね。ご謙遜を。ですが、このままフィーナさんも連れて行かれるわけにはいきません。最初とんだ茶番ですこと。もういいわ、さっさととどめを刺しなさい。どうしたの。あなたにとどめを刺せと言ったのよ。わかった、まあ、やらないんじゃない、やるのかな。ここまでですか。いけません、通る。悪いな、これも巡り合わせだ。これどうすんだろう、誰か止めに来る、助けに来る。あ、びっくり。あー、な、これはユーゴか。あ、違った。イーナ様、ユニカたちだね。シオン、大丈夫。トール、貴様。どうやら邪魔が入ったようだ。よかったね。さて、どうしたものか。まあいいでしょう。一旦ダレス様の持つラドの塔に戻りますわよ。了解した。あ、イースの方々、それではごきげんよう。
いずれあなたたちのことはまとめて可愛がってあげるわ。さらば。サラダバー、ま、待ちなさい。お、おのれ。そんなあれユニカの声忘れたわ。まあまあまあ、結構ノリとテンションと勢いでやってるからね、アテレコに関しては。これでどうなるんだ。だいぶやっぱストーリー変わってくるのかな。でここにフィーナ様を閉じ込めるよってとこが見れるのか。ラードの塔、やっぱ結構視点が違うと面白いな。特にトール編はやっぱりだいぶ違うね、今までと。誰だこれ。それではどうあっても半神と黒神社の行方は明かさぬと。なんだ、誰っすの声かな。先ほども言いましたが、私にもわからないのです。塔に入った直後に二手に分かれましたから。ふむ。彼女はあなたの安全と引き換えに黒真珠を渡すと思うかね。いいえ、ありえません。私たちは覚悟を決めて地上へと降り立ちました。そのような脅しは無意味です。どうかね、トール。おそらく真実だろう。あれの方はいささか重荷を背負いすぎて嫌いがあった。妹が囚われた今、一人だけでもことを成し遂げようとするに違いない。トール。女神たちのことは随分詳しくご存知のようだ。さぞや懇意にしていたのだろうな。しかしそういうことならあなたに利用価値はなさそうだ。我が目的には黒真珠と女神の片割れがいれば十分。面倒だし、この場で始末させていただくとしようか。ああ、こういういきさつがあったんだ。やっぱトールがかばうってことかな、これ、この状況。おい。冗談だ。我々の目的が達せられたら女神たちの身柄を解放する。おお、こういうあったんだ。そういう約束だったからね。トールちゃんとあるやん。ああ、やっぱトールの真意はここにあったんだね。じゃあ、なるほどね。トール。だが下手に動かれて邪魔をされるわけにもいかない。ここは一つ備えをさせてもらうとしよう。まあ、檻に入れるってやつね。びっくり。これは貴様。そんなに慌てなくても大丈夫よ。強力ではあるけれど、ただの高速用の結界だから。噛んじゃった。どうかな、我らが闇の魔導は。いかに女神とはいえ解除するのは難しかろう。元はといえばあなた方の使っていた技でもあるからな。そうなんだ。闇、そういうことだったのですね。あなた方は箱を開いてしまった。あー、ナピシュテムの箱とかに繋がるんかな。やっぱただイースの流れ組んでるからね。まあ時系列的には一番古いんだけど、イース6に出てきた箱とかも関係あるのかな。その通り。神々に背き、大地を海に沈めた罪深き一族の末裔よ。我らが黒真珠を求める理由、これで分かったかな。イースのストーリーね、結構あれなんだよな。結構忘れてるとこあるけど。魔の根源こそ我が一族の理想の具現か。どんな犠牲を払ってでも完全なる存在にしてみせよう。女神を楽しみにしているといい。結構6とかに出てくるあのメンツとかも関係あるのかな。なんかまあ多分7とかもストーリー、でも7って全然ストーリー別やったっけ。8ももっと別だったよね。なんかまあでも時系列的にはどんどん先進んでんだよね。思っていた以上に根深い話だったようだな。はい、イース建国以前の話です。でやった私が本当の意味で幼かった頃の、俺には関係のない話だ。待ってください、トール。実はあなたに預かってほしいものがあるのです。どうやって渡すんだ。何、
あ、ハーモニカかな。びっくり。これは。おお。にゃにゃん。銀のハーモニカを手に入れた。おい。はあ、そんな無茶するから。小さなものとはいえ、結界を越えて転移させるのはさすがに大変ですね。無茶をする。しかし、どうして君がこれを。これレアのやつだよね、多分ね。塔に入った直後、魔物たちに襲われた時にレアが脅したらしいのです。その後、私たちは二手に分かれてしまって、きっと探しているでしょうから、あなたから渡してあげてください。なぜだ。なぜこんなことをする。あなたはこの後レアを探すのでしょう。その手間が省けると思って。そういう話じゃない。この分野でどうして俺を責めない。どうして俺などにこんなものを託そうとする。信じていますから、あなたの決意、そして変わらぬ優しさを。ありがとう、トール。ずっと私の安全を気にかけてくれていましたね。本当に不器用なんですから。見抜かれている。何の話かわからない。まあ、せいぜいありもしない希望にすがっているがいい。俺はあくまで欲望の赴くまま、レアと黒真珠を手に入れるだけだ。いやー、ツンデレかね、みたいなね。お、チューバルがいる。くく。なんだ、言いたいことでもあるのか。いや、なに。思っていたよりも興味深い男だと思ってな。なに。魔人化には強靭な意志を必要とする。そのような甘さでよく暴走せずにいられるものだ。びっくりーん。貴様。勘違いするな。俺が興味があるのは本物の戦士との戦いだけ。貴様が何を考えているのかなど、どうでもいい話だ。まあ、せいぜい修羅を演じ続けてみればいい。その陳腐な強がりでどこまでの高めに上がれるか。登れるかとな。楽しみにさせてもらうぞ。シガルの求めるとこはそこだけだよね。強者との戦いのみっていうね。こういうキャラ好きだよ。くみんなに見抜かれまくってるだ、トール。陳腐な強がりか。だが、俺にはもはや、こうするより他に道はない。いくら無様に思われようが、選んだ道は貫き通すだけだ。トールにはトールなりの信念があると。その後、ダーレスの指示により、トールたちは手分けをして、レアと黒真珠の捜索を再開した。残された場所は、塔の上、上半分かな？上半分ってないな。トールは中層にある邪神像に戻って再び探索を続けるのだった。ちゃんと元の場所に戻してくれる。むしろちゃんと歩いてけっていうね。はい、というわけで、じゃあ今回この辺にしましょうか。ハーモニカがあるからあれだよね。わかりやすい。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。